前回の家族だ。アップデでどうやら新ブロックができたみたいだ。そこで早速実用編、いや、うん、ライトにこれで遊ぼう。そこで毛虫マシンを作って、あとはただの人形ができた。なんか家族らしいなこれ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、この前もうすごいね、オリジナリティにね、溢れる。あー、いるねー。早速いるねー。いや、全然これガン無視してるけどね、これ使用方法ね。まあ、他にもこの前はね、これ。これ、毛虫システムね。これは誰も作んねえだろ。置くと。かわいい。いや、本来であれば多分ね、うん。まあ、かぼちゃとか、まあ、スイカ自動収穫に使うんでしょうね。まあ、それはね、なんか、カズクラっぽいオリジナリティ溢れるやつね。とりあえず調べねえからまだ。インスパイアされねえから俺。俺自身で作る、いつの日かな。まあ、そんなわけで本日はね、ちょっと作業をね、していこうと思うんですけども、ちょっとあっちの方からあれいただいてこようかな。いや、今回はね、結構真面目ですよ、真面目。おー、できてるできてるっていうか、いっぱい削られてんな。いや、今日もちょっと削らせて。いや、こう結構めんどくさくてね、うん、疑似アイアンね、うん、疑似アイアンシステム、奥の方にね、まあ集めれるんだけども、うん、ちょっとあっちへ待ってるのめんどくさいから、今度旅行中ほっといて、いっぱい手に入れておこう。何体ゴーレム。いやいやいや、ゴーレムはこの、うん、鉄に変えるだけだからね。うん、やられるわけではない、決して。うん、大丈夫大丈夫。めっちゃ取れるなこれ。もうちょっといただいておこうか、これ。まあちょっとこっちの方戻りまして、いや、他にもちょっと材料必要だから、ちょっと待って、必要なのが、あ、これでしょう。あー、これが黒曜石、こんでいっか。ほんでちょっと作ってみよう。こちらの方で、まず棒でしょう。ほんで、こうして、いや、これ全部いっちゃっていいのかな、これ。あとは、これをね、こうやって配置して、あ、めっちゃ作れるじゃんこれ。ぽい。あ、いや、うっそ、埋まった埋まった。あ、ちょ、待って、なんでいる、なんでお前いる。よいしょ。危ない危ない。一体何が起きてんのこれ。こういうとこかな。まだいる。全然湧いてる。あいよ。何が起きてんだよこれ。あ、怖い。ほんと油断も隙もないわ。とりあえず、ちょっと預けますね、これ。ちょっと作りすぎた。うん。何するかわかるよな。そうだよ。森の方にあった森までね、ネザーで繋げるんだよな。というわけで、早速、本日も行ってみましょう。材料的には、こんでいいのかな。何？なんか持ってるって？あ、これ？いいだろ？怖えんだよ、最近やられんのがよ。ただこれ、いざという時に使えるかどうかが怪しいけどな。よーし、ちょっとあっちの世界行ってみよう。あ、待て。あれ持ってこうか、一応。ドッキン砲な。よーし、行くぞ。よし、来た。ほんで、砲が、っていうか結構近くまで俺繋げてんだよな。多分。こっちの方から行けるのか、これ。あー、これなんか今変な感じになっちゃってるけどさ。待ってね。一旦ここ繋げるわね。ほんで、ここをちょっと切り替えて、ほんで、座標なんだけども、ちょっと待ってね。よし、調べたぞ。座標が、X 軸が4200の、Y 軸だったっけ？が5400。ほんで、これ、なんか下もじゃもじゃ出てるわ。これ、この世界ともリンクしてて、割る8なんですよね。今、17って見えるのが525。で、7.1 とか見えてるのが675まで行けばね、多分たどり着ける。というわけで、早速行ってみよう。ちょっと見えねえよ、ちょっと。まあ、とりあえず、ぷいってやって。で、こっちの方行けばね、結構行けるんだよね、これ。よし、いいぞ。待て。カズクラあるあるだよな。なんかある。なんかあるんだよ、ほんとに。よし、壊した。この調子でずっとね、先っちょの方まで行こう。あー、ちょっと待て。ここら辺だわ。てか、ずっとなんかカシャカシャ鳴ってんだけど。なんで。怖い。一旦セーブして戻る。なんか治んない。終了するわ、完全に。ここでやってんのかな、これ。500、後波40。4000ぐらいの位置だよね、座標。え、マジ？怖い、計算ミスないかな。8だよね、確か。待って、525の場所まで戻って、こっから、あっちだよね。あっちにそのまま進んでいく感じか。いけんのかな、これ。ほな、ちょっと掘っていこう。このままずっとこれ続いてくれると楽でいいんだけどね。怖い。おぉ、待って。あっぱ、嘘。やばい。また元気なくなった。あ、ごめん。すごい元気なくなった、今俺。よいしょ。
どうすればいいの俺。超地味な、だいぶ決めたんじゃないのあれ。いや、待って。やばい。録画開始10分も経たず、だから尺的に。いや、ダメだよ。いや、今日、まいった。待って、マントもないし、あ、帽子。ちょっと待って。帽子は？帽子がない。あ、レールあるのはいいんだけど。あ、よいしょ。もう怖い。サブの高橋持ってくしかないよな。あ、すごいしんどいんだけど、これちょっと。なんで間に合わなかったんだろう、これ。耐火のポーション。残ってるかな、少しは、あっちの方にものは。たまにはこれでいっか。まあ、いいだろ、黒髪のカズクラも。あ、恐ろしいよ。怖いよ、あっちの世界は。トロッコ持って、よいしょ。さあ行きましょう。いや、あることを願おう、あることを。とりあえずあっちの進むしかねえよな。まだ入ってるかな、これ。よし、入ってる。よし、行こう。あった。とりあえず、エリトラだけでも、あることを祈る。どうだろう。何一つ残ってねえよ、もう。はぁ、やだぁ。どうすればいいんだ？よいしょ。こうやって少しずつあっちの方詰めていくか？うわぁ、全部いったわぁ。綺麗にいったわぁ。怖い。本当に怖い。とりあえず、ずっとあっちは間違いないんだから、これで画面を隠しちゃダメだよね。うわぁ。やだ。気をつけていこう。あかん。怖い場所来た。早速来てるよ、怖い場所。よし、怖い場所抜けたぞ。慎重に行くから、俺も。もう面白くないと思うけど、慎重に行く。しばらく黙ってようかな。いや、その前に、そういう時に視聴者さんだ。僕を元気つけてくれるコメント。行こう。おい、カツ、ふざけんなよ。調子乗んな。てか、頑張れ。ありがとう。ツンデレでも、ね、すごい癒されたよ、俺は。なんでこんな帽子なくなるんだ、また。エリトラまで。エリトラが余計だよな。いろいろ余計なんだよな、本当に。あ、怖い。まただ、これ。だいぶ怖い。もし、なんかあってもいいように、もうほんの、その、すぐ近くに耐火のポーション飲むのにちょっと時間かかるからね、あれ、ほんと。気をつけないと、ほんと。うわぁ、怖かった、ここ。なんとかなったね。あいつの声最後聞こえたけど、なんとかなったね。あー、ドキドキした。やっぱおしゃべりしながらやるからね、集中力途切れんだよね。よーし、続き行こう。今で、全然だな。もうちょい。これの3倍ぐらい。嘘。そんな真横からの攻撃ある。あぶなー。目の前にさ、今マグマ一瞬見えたからね。あんなとこ攻撃してくんだ、これ。こーわ。これ危なかったよね。よし、この調子でちょっと行こう。危なかった、今、ほんと。ちなみに、あ、460まで来た。あ、結構なんとかなるな、これ。あと200ぐらい。大丈夫？あ、ここは比較的大丈夫。多分もう石がなくなっちゃったから、これで、ちょっと地道に行こう。よし、もう少しだ。頑張るぞ、みんな。みんなが、笑顔で待ってくれてるんだ。今回のこの大変な旅。よいしょ。あ、来てる！あと70。よーし、ここら辺かな。あ、来ました。666。なんか不吉だな。あー、だめだ、危ない。不吉な要素当たった。よいしょ。よし。安全確保した。では、ちょっとここら辺に作りますか。で、ここから、ネザーを。ほんで、このパチコーンで来た。なんか今日疲れちゃったわ。もうこれ裏作業でいいか、これレールとか。とりあえず、行く前に米を。あー、今度恩返しに後輩のワールドをきれいにしに行こうかな。あ、これカズクラが言ったやつね。マウニーとこうね、お世話になったから行こうかなと思ってんだけど、いいと思う。マウクラバージョン見たいし、逆に汚くなるよ。タイトルは、マグワールド荒らしたった。ほら、それ、あかん人のやつでしょ、それ。なんとかたったわ、まずいでしょ、それ。荒らさないから。いや、でも、また今度検討するわ。うん。いろいろ勉強することあるからな。とりあえず、今日はここ。これ、館がね、見えたらもうそんでオッケーなんだけど、行ったかな？ここちょっと洞窟の中出たよ。怖いよ。なんで洞窟出んの？これ、上、湖とかそんなあれなの？これ。深さとかは？いや、結構いい線いってるよ、これ。まあでも、感じ的にそこまで深くないから、上掘りしてちょっと様子見に行くか。ちょっと待って。どこ？よーし、目印ができた。館は？あれや？あれ？あっち？なんかちょっとミスっちゃってんだよなぁ。あれ？あー、またラマいるわ。かわいいなぁ。相変わらず。いや、でもお前たちじゃなくて、あれ？ここら辺だったと思ったんだけどなぁ。あれ？ちょっと待って、動画見るわ。あれ？あっちの方角だよ。4200のなんとかって書いてあるから。ありゃ？あ、
おい、なんか見た覚えあるわ。え、ちょっと待って。あー、わかったわかったわかった。今重くなるの嫌だから、おい、やべやべ、行きそうだなってた。あっちの方にね、これ見えるんだわ、多分。あ、見えてきた見えてきた。あー、よかった。ちょっとあっちまで、ちょっと8個あるか。え、6つだから作れねえな、作れねえな。ちょっと待って。黒曜石、黒曜石、多分これ壊してあっちの方に作り直せばつながると思うんだ。とりあえずあっちの方に確かベッドとか置いてあったと思うから、そこまで行って、なんか綺麗だな、明るくて綺麗だね。あー、いるいるいる、ルールル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 で、確かこっちだったと思ったんだけど、たた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 、よし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 よ。あ、ベッドねえわ。あ、あー、チェスト発見。よし、あとはちょっと待って、ここに作ろう。おいおい、2個足んねえよ。さっきの場所戻らないといけないの？黒曜石落ちてない？どっかこの中とかに。あ、俺前やられた後だこれ。ちょっとしたやられ方でね、行っちゃったからね私。あ、とりあえずベッド作れるわ。ちょっと待って、今回はこれじゃ終われないから、ちゃんとネザーつなげて終わろう。ほい。あー、よく寝た。さーて、なんとかしようこれ。さあ、壊しに行くぞ。待ってるよ待ってるよ、黒曜石。俺は黒曜石を今からね探しに行ってくる。ていうか、脇つぶししたから、もうこの前の怖い人は出てこない設計になったのかな、これで。うん、変な声はしない。さあ、とりあえず長旅に出かけよう、あっちの方まで。で、ボート使えばよかったんだな、ボート。はあ、疲れたな、なんか今日は。やっぱダイブは良くないよ、本当に。超地味なダイブな。今日のタイトルどうなってんだろう。どんなタイトルつけてんのかな、今日は。戻るぞ。よし、あった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 。ポイッと。ほんで、これを2つつなげて、火打ちして、ポイッ。で、戻る。あー、いけたわー。まあ、もう本日はこんな感じで終わりましょう。いや、もうレールはね、これはやっておきますわ。うん、ちょっと疲れちゃった、もうおじさん。うん。いや、みんなもね、なめんな、本当に。これ、耐火のポーション飲んでから作業を移った方が本当いいから、マジ気をつけて。カズクラの反射神経でもダメだったから。はぁ。いやー、とりあえずこれでなんかいろいろできるな。とまあね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いやー、なんかこっちの方ね、なんかいろいろあるみたいなので、また今度、うん、いろいろ遊びに行きたいなと思います。なんか新情報でね、また面白いことあったらね、ぜひコメント欄によろしくお願いいたします。それでは本日はこんなことで、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。